ストラップ付きミニツリーを並べてビッグサイズのクリスマスツリーを作りましょう。ミニツリーの作り方は終了画面か説明欄のリンクからご覧ください。今回は画鋲やマグネットが使えない壁面やイベント会場などで準備をする時間があまりないときに便利なツリーの台紙を作る方法をご紹介します。台紙にする紙にマス目を書いておきます。2マス分にツリーが1つ入る大きさです。両側に2センチくらい余白をつけて斜めに切っておきます。ストラップを吊るすところにカッターナイフで切り目を入れます。そこにクリップを差し込みます。少し開いておくと差し込みやすいです。奥まで差し込んだらセロテープで留めます。下の段は上のクリップと一マス分ずれるようにします。その下に来る台紙にも同じように切り目を入れてクリップを差し込みます。台紙と台紙はセロテープで留めます。台紙を大きくして必要な数だけ継ぎ足します。表にするとクリップが半分出ているので、そこにストラップを引っ掛けます。壁に飾るときはまず台紙を壁に貼り、ストラップをどんどん引っ掛けていきます。ツリーのてっぺんに大きな星をつければ出来上がりです。台紙のサイズを変えたり、一つ分のツリーの大きさを変えたりすることで、お好みの大きさのツリーを作ることができます。クリスマスのイベントが終わったら、それぞれ作ったツリーを持ち帰るのも楽しみだと思います。みんなで作ったツリーを囲んで楽しいクリスマスをお過ごしください。メリークリスマス。